はい、今日はですね、岐阜県でのスキー場で、スキースノーボードを楽しもうと思っている方、おはようございます。はい、今日が2024年、1月21日日曜日ですね。で、朝の7時8分です。で、窓開けてね、車中泊とか、まあ、その今から出かける人とかホテルに泊まってる人ね、あ、まだ雨降ってるじゃんって思ってる方いると思うんですけど、今日が、午前中まで雨、午後から曇りですね。はい。で、ワックスどうすればいいのか、どういう服装で行けばいいのかっていうのを語っていこうと思います。はい。ちなみに、ノーカットで行きますんで、髪髪だったり、その間延びしたりするかもしれませんが、ご了承ください。ノーカットで行きますね。ノー編集でいきます。ちなみに僕は高須ダイナスキースノーボード専門チャンネルです。高須ダイナスキースノーボードバッチテストの専門チャンネルですね。はい。じゃあですね、まずですね、僕は高須ダイナが中心で、鷲ヶ岳のホワイトピアにもたまに行くんですけど、そこを見れば、まあ、大体岐阜県のその雪質とか天気が分かるんで、ご覧になって、解説していこうと思います。まずですね、これ今日の鷲ヶ岳の天気予報です。で、鷲ヶ岳ホワイトピア高須ダイナの4つのスキー場でね、あと郡上じゃないわ、ウィングも含まれるんですけど、一番ね、雪が少ないの鷲ヶ岳なんですよ。で、これが今日ね、これが今日です。で、まだ降ってますね。で、ちなみに愛知県に僕いるんですけど、愛知県でもまだ雨降っています。はい。はい。で、これが週間か。この下が、これが今日の時間ですね。見えますか？見えますでしょうか？見えます？雨ですね、ずっと。で、11時まで雨で、で、12時、曇り。2時にちょっと日が差すぐらいですね。で、降水量、8ミリ、7時、今ぐらいですか、鷲ヶ岳ホワイトピアで、車中泊していた方、昨日からね、滑っててね、車中泊してる方は、まあ、8ミリって言ったら、まあまあじゃないですか。まあまあ降ってますね。そのもう、車のバタバタっていう跡が聞こえるし、傘さないとビトビトになるレベルだと思うんですよ。はい。で、このね、雪質がどういう風になるかっていうのと、語る前に、次は高須のね、これが高須の天気予報です。雪のち、晴れって書いてあるんですけど、最低気温が0なんで、これね、多分ね、上の方しか雪じゃないと思うんですよ。もう中腹はもう、中腹か、一番上も、みぞれで、中腹か、下の方はもう雨だと思うんですよ。高須もね。で、こういう風に書いてあるじゃないですか。6時、7時、8時、9時、全部、全部雨ですね、これ。雨ですよね。で、鷲ヶ岳よりは、7時が 5.0 だから、降水量がそんな少ないけど、鷲ヶ岳に比べると、12時まで雨が降り続けると。要はその降水量が少ないけど、和紙よりね、まあ長く降るという感じですね。で、午後からは、まあ曇りですね、今日ずっと。降水量00って言い切ってるんで、まあ太陽もね、まあ時々出てるんで、まあこれは曇り確定なんだと思います。郡上市、あるいは岐阜県全体的にこういう、まあ午前中雨。午後から曇りですね、多分ね。さあ、今日ですね、風がですね、2ってことは、風が弱いとはいえ、リフトの上はね、4とか5になると思います。はい。で、服装はね、午前中ね、どうすればいいかというと、滑り方、冗談じゃないよっていうね、雨降ってるじゃんって思われるかもしれないけど、なんていうかな、むちゃくちゃ空いてます。はい。で、これ言うの忘れたな。ノーカットでごめんね。これが、高須ダイナ、鷲ヶ岳ホワイトピア。で、昼間の、バカンス村スキー場ね。
で、国道180、158号線。これが、東北、生瀬田、ごめん。ここが、向こうが愛知県で、僕が今いるところですね。で、高須の折り場ですね。で、雲がね、雨雲がね、こういう感じなんですよ。高須から和紙に来るとか、和紙から高須に雨雲が行くとかじゃなくて、確かね、こういうパターンが多いんですよ。この青いペンで書きますね。こういう感じ。雨雲の流れ。こう。こう。だから、高須にあった雨雲は、まあ、和紙をかすめるかな。だから、順番的に、こっちからこっちに雲が行くんじゃなくて、こっちが曇って、先に晴れて、こっちかな。そうかな。まあ、これだけじゃわからないですけど、まあでもそんな感じですよ。大体そういう感じです。こっちが北ね。こう斜めな感じですね。大体。はい。で、はい。あ、ちょっとスマホが熱で急に止まったらごめんなさい。そのまま流します。で、午前中は雨降ってる。もうちゃくちゃ空いてますんで。で、ワックスいらないです。ビットビットに濡れてるから、夜通し降ってたから、びっちゃびちゃなんですよ。で、めちゃくちゃ滑ります。すっごい、まだいっぺんね、体験してみたら、楽しいですよ。それはそれで。で、こう言っちゃいかんけど、レンタル、レンタル借りたらどうでしょうか。うん。で、午後から休んで、飯食って、曇ってて雨降ってないのに濡れてるの嫌じゃないですか。だから自分のを履くと。うん。これ別に自己中でも何でもなくて、レンタル、雨でもレンタルしてるんだから、まあ、それ別に使えばいいということだと思います。で、空いてますよ。本当にすごく気持ちよくて、まあ、万が一ね、まあ、日曜日だから、高須だったらダイヤモンドコース、第7だったらダウンヒルコースね、中心、真ん中のコースだから、こういう、空いてるかも、混んでるかもしれないですけど、高須だったらね、パノラマコース。うん。で、積雪は、もうこの程度の雨だったら、全然別に、影響ないから、むちゃくちゃ滑りますよ。すごい気持ちいい。で、空いてる。まあ、ガステなきゃいいけど、空いてる。うん。で、カービングがね、普段できない人、できますよ。普段、カービングの練習してて、うまくいかない人、今日は、ビトビト、午前中はできます。はい。じゃあ、ちょっと熱で止まるかもしれないから、次行きます。午後からね、曇りじゃないですか。で、これ、ね、雨降った後の午後、乾いてきた、そのビトビトから、雨が上がって、その水分が取られ始めて、雪っていうのは滑らないんですよ。重いんですよ。すごく重いです。で、気温が低いから、気温がね、高いから、ガリガリになるってことはないと思うんですよ。これが夕方までですよね。気温が、温度、ちゃうわ。気温、34445666。うん、だから、で、風も、弱いからね。これはしがだけね。そこまでね、ガリガリにならないです。今日は。風弱いでしょ？風弱いでしょ？で、気温が4。リフト終了が6時、16時半だから4444。これ高すね。まあね、上の方はガリガリかもしれないですね。下の方はそんな削、みんな、午後から滑り出すから、みんな日曜日だからね。あ、雨が止んどるから。だから、エッジで削って削って、削りカスのフォワフォワができて、そんなに気温も高い目だから、そんなにガリガリじゃないです。うん。ただし、ワックスは、まあ、かけないよりはかけた方がいいかもしれないですね。で、深雪のとこ、もう重たくて全然滑らないから、深雪のとこね。本当、そこはね、そのスノーボーダーの人、止まっちゃうんで歩かなかな、雨になるから、そこは入っていかない方がいいですね。はい。まあ、ツリーランはね、もう閉じてると思いますよ。うん。ツリーランはこういうピスの時は閉じると思います。はい。ですね。あとはもう、そうですね。あとは、リーノコースね。リーノコースが、まあ、その、雪はもう今日、気温高いから、柔らかいと思うんで、そこまでガリガリにならないから、まあ、初心者の方もね、
楽しんでいけるんじゃないかなというふうに思います。はい、チャンネル僕は高須大なスキースノボのマッチテスト専門チャンネルでございます。こんな風にね、リアルタイムで動画をアップすることもあるし、今日は今ね、愛知県でございますよ。愛知県でね、雨降ってるでしょ、降ってるでしょ、降ってますね、雨降ってますね。はい、降ってます。ただ、まあ、その多分愛知県も岐阜県もね、もうその止むと思うから、まあ、午前中はね、午前中の楽しみ方もあるし、午前中の楽しみ方は空いてる、よく滑る、カビングができる、午後からは、まあ、その日焼けしないと、ね、太陽が出ないから、日焼けしないと、雨で濡れることもないという感じでですね、二通りの楽しみ方があると思うんで、楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで、僕は今度は27日に、行くと思うんで、ぜひチャンネル登録、まあ、その、リアルタイムの、速報系を、見たいなと思う方はぜひチャンネル登録していただければなというふうに思います。はい、じゃあね、バイチル。切れんかったな。あ、これ長く撮影したから今7時20分だけど、アップロードはスマホからやると7時8時前になっちゃうから、SD カードを取ってパソコンでアップロードしますわ。はい、じゃあ目が風邪ひかないように、楽しんでください。じゃあね。